こっちだ。兄様。お兄ちゃん。戻ってこい。みんな、僕は。大乱闘に参戦する。何をやっているんだ、カロイ。ごめんみんな、僕は戦わずにはいられないんだ。どちらにもつかないばかりか、未知の軍団と一戦交えるとは。しかしあの方たち、すごく強そうですよ。お兄ちゃんなら全然平気だもん。はい。ヤトの神が見たことのない形になっているな。ちょっと痛そう。でやっ、あれは龍泉新素竜の力か。完全に使いこなしているみたいですね。さすが。あれは異界の英雄たちか。負けるわけにはいかないね。でやっ、行きますよ。兄様が姉様になってしまわれました。お姉ちゃんかっこいい。僕は選んだ。大乱闘で歴戦のファイターたちと戦う道を。大乱闘スマッシュブラザーズディレクター空の桜井正弘です。長らくお待たせしました。今回は最後のスマブラ 4 3DS Wii U の特番となります。最後まで楽しんでいただければと思います。ファイアーエブレムイフより主人公カムイの参戦が決まりました。ダウンロードファイターを作るのなら、これから発売する最新作からも参戦させることを協議した結果、白羽の矢が立ち、制作を進めたのがカムイです。日本ではすでにファイアーエムブレムイフが発売されて久しいですが、海外ではこれから。今遊んだゲームのファイターが参戦するという貴重なタイミングなのです。ウィーフィットトレーナーやルフレと同様、男性と女性が選べます。性能は同じなのでお好みでどうぞ。手にしている剣は変化する剣、ヤトの神の最終進化系シュウヤだけど、ヤトの神の攻撃はメインではありません。カムイは竜の血族で、竜閃という体を変化させる能力を持っています。それにより他のファイターではまず見られない攻撃を繰り出すことができます。全身を竜にすることもできますが、技の一部では部分的な形状変化をします。スマッシュ攻撃横はこんなにも長い。尖った手足を使う攻撃は先端が強いので、距離をうまく調整しましょう。後ろ空中攻撃は竜の翼を展開して羽ばたきます。この時に少し速度がつくので、復帰時にうまく使えば距離を稼げるかもしれません。竜閃の能力が発動するときには仮面のように頭部が変化します。通常必殺技はボタン長押しで貯めることができる飛び道具竜閃射。ヒットすると相手が少ししびれます。発射後相手が近ければ鋭く変身した手によって相手に噛みつくことができます。これもボタン長押しで貯めることができ、うまく当てれば大ダメージ、大吹っ飛びが見込めます。横必殺技はジャンプして斜め下を突き刺す超衝突。これ
単純につくだけではありません。うまく地面に突き刺せばその場にとどまることができます。これを利用し地面もろとも相手を突き刺すことで足止めすることが可能です。突き刺し後は前方キック、後方キック、ジャンプ、キャンセルができます。相手に突き刺してから状況に応じて決めていきましょう。上必殺技は竜の羽を広げて飛ぶ昇竜翼。翼を広げるので攻撃範囲が広いのが特徴です。また操作できる角度もかなり大きめ、使い分けていきましょう。下必殺技は反流線、エンブレム系のファイターがよく持つおなじみのカウンター技です。見た目の大きな違いは竜に変身することですが、よく見ると相手の攻撃がヒットしていません。上に吹っ飛ばすこと、左右均等に攻撃をすることなども違いとして挙げられます。そして最後の切り札は激流砲。近くにいる相手を水の渦に引きずり込み一気に殲滅する技です。ダウンロードファイターのカムイには専用ステージがありません。なら曲は増えないのかと思えるところですが、 Wii U 版のカムイをお買い上げいただくと2曲追加されます。1曲はファイアーエムブレムイフメインテーマ、イフ一人思う、ボーカル付きです。もう1曲は参戦ムービーに流れていた同曲のアレンジバージョンです。ファイアーエムブレム系のステージに追加されますので、5曲セレクトの確率で調整してください。 3DS 版には特別に龍馬とマークスのフィギュアをつけました。先ほどの参戦ムービーにも登場した白夜とアンヤの兄王子です。イメージイラストはファイアーエムブレムイフにおいてキャラクターデザインをされている小崎雄介さんに描いていただきました。ルフレのイラストに続き2枚目の参戦イラストとなります。公式ウェブサイトで見ることができますのでよろしくお願いします。新ファイターカムイは2016年2月に配信する予定です。配信日については決まり次第公式ウェブサイトで発表させていただきます。ファイナルファンタジーシリーズからクラウドストライフ参戦です。特に無茶ともいえる参戦希望が叶いました。ファイナルファンタジーキャラクターの参戦希望は多々あれど、ダントツ人気を誇るのがクラウドです。スマブラファイターとしてのクラウドがダウンロード可能になるまでもうすぐ、この情報もまとめてお送りしたいと思います。身の丈ほどもあるバスターソードを軽々と扱いながら、スマブラならではの体術と要素を巧みに織り込んでいます。スマッシュ攻撃横は高速で3連撃を放ちます。目にも止まらぬ剣さばきです。原作を意識したノイズっぽいヒット音も実装しています。コスチュームはファイナルファンタジー7オリジナルのものとファイナルファンタジー7アドベントチルドレンのものの2種類を用意しました。アドベントチルドレンコスチュームは左腕の聖痕を隠す布をつけている時と外している時を表現する力の入れようです。ファイターとして特に大きな特徴はリミットブレイク。リミットはダメージを受けたり攻撃をすることで溜まります。リトルマックの KO ゲージに近いですが、リミットは普段見えません。しかし下必殺技でもリミットゲージを貯めることができ、この時に確認できます。リミットが最大になるとリミットブレイクが発動、青いオーラをまとい少しだけ運動性能が上がります。そして一発だけ必殺技がリミットブレイク版になります。通常必殺技は破攻撃、地を這うウェーブ弾で広い攻撃範囲を持ちます。空中でも打てますが地上で放った方が威力高めです。リミットブレイク版は連続ヒットと強い吹っ飛びを招きます。
横必殺技は強斬り。クラウドを代表する剣術でヒットと3回のボタン入力によって強の字が完成します。攻撃力が高いのが強みですが、シールドされると隙を晒してしまいます。シールドされていたら出し切る前に止めましょう。リミットブレイク版は攻撃力に加えて吹っ飛ばし力も伴います。上必殺技はクライムハザード。相手を突き刺しながら上昇、ボタンを押すと高速落下できる技です。復帰にはボタンを押さないように。リミットブレイク版は上昇力がかなり上がります。攻撃より復帰をフォローするのに使うのが良いでしょう。リミットブレイクを保持していたいばかりに使う前に吹っ飛ばされ、使うことを余儀なくされる場合も多々あります。下必殺技はリミットチャージ。リミットゲージを任意で貯めることができる技です。しかしリミットブレイク時には画量転生という全く別の技になります。これはダメージこそ1しか与えないものの、吹っ飛ばし力が相当に強い技。ある程度ダメージが溜まったファイターは警戒すべきですね。そして最後の切り札は超級武神ハザード。相手に超連続攻撃を加え叩き伏せる技です。クラウドはやはりこれでなくてはと思いますね。新ステージミッドガルもご紹介します。ファイナルファンタジー7で序盤の舞台になった魔鉱炉やシンラビルがあったところで、サイバーパンクの世界を感じさせます。ここには召喚マテリアが出現し、取得したファイターが召喚獣を呼ぶことができます。どちらかというと直接攻撃するものよりは地形自体を変えてしまうものが多いです。イフリート、地獄の火炎を巻き上げ地形自体を動かします。炎に触れるとダメージを受けますが、ステージの位置による駆け引きの変化にも気をつけたいところです。ラムー、裁きのイカズチで身内系を動かします。帯電している床はすり抜けることはできるけれど蓄積ダメージがたまります。上に乗ると呼び出したファイター以外は痺れます。オーディン、斬鉄剣でステージを一刀両断します。直接切られることはほぼないと思いますが、切られた場合は即ミスを確保しましょう。ステージの真ん中はメテオスマッシュの狙い目です。ステージが戻るとき挟まれないようにも注意しましょう。リバイアさん、大解消によって右から左へ水を流します。激流などがある他のステージと異なるところは、水で流れてミスになった場合、召喚獣を呼んだプレイヤーの得点になることです。バハムート霊式、衛星軌道上から強力なテラフレアを放射します。直下型でしばらく放射が続くので、召喚者はうまく相手を巻き込むというでしょう。召喚獣の攻撃で撃墜された場合、召喚マテリアを拾った人の得点になります。召喚マテリアは可能な限りゲットしていきましょう。 3DS 版のクラウド、ミッドガルステージも作りました。召喚獣もちゃんと出現します。クラウドの参戦イメージイラストは野村哲也さんに描いていただきました。オリジナルのデザインをされた野村さん自ら手掛けてくださったことに感謝しております。このタッチで任天堂キャラクターが見られるのは非常に珍しいですし、リンクとクラウドの対決が公式に描かれるのも画期的です。ダウンロード開始はこの放送終了後数時間以内に行います。配信開始後は混雑する可能性がありますが、今しばらくお待ちください。価格はご覧の通りです。ファイナルファンタジーからまさかの参戦が叶ったクラウドをぜひ手にしてください。
クラウド配信と同時にミーファイターのチョコボの帽子を配信します。ミーファイターへのアクセントとしてどうぞ。それとスクウェアエニックスさんつながりでもう一つミーコスチュームを配信します。スーパーマリオ RPG からジーノのコスチュームです。彼は腕を銃にして射撃しますが、ミー射撃タイプもそうなので相性抜群です。今回は最後の放送ですから、最後のミーコスチュームもご紹介します。ところで、過去に配信したミーファイターは紹介ムービーや画面写真で元キャラクターに似せた顔になっている場合があります。公式ウェブサイトでは一部のキャラクターに QR コードが用意されています。ここでミーをダウンロードすればそこそこ似せたファイターがすぐに作れると思いますのでご利用ください。ダウンロードファイターを制作してそろそろ1年になろうとしています。しかしいよいよクライマックスです。これから最後のファイターを発表しようと思います。スマブラ4、ニンテンドー 3DS、 Wii U における最後の参戦ムービー、とくとご覧ください。油断しないで。誰かが急速に迫ってきています。え？あら珍しい、まだ天使が残っていたとはね。私と一緒に踊ってみない？オルテラ様、あれは？アンジュラの魔女です。絶滅したと思っていましたが。あら随分ね、滅ぶべきはあんたたちじゃないの？四丁の拳銃を使うバレットアーツに注意なさい。追い打ちですか？簡単には許してあげないわよ。おお、でかい。魔人の手足を召喚する攻撃はウィケットウィーブと言います。まだまだね。時間の流れが、ウィッチタイムですね。魔女は時間をも支配します。それで全力。If you need to learn how to talk to a lady, ask your mother.
だ遊び足りないわ。砕け散れ。これは手ごわい。ぼやぼやするな、ピット。さあ、お楽しみはこれからよ。ショータイム。あれはゴーだ。大魔獣召喚まで使えるなんて。さあ、次は女神様の番かしら。首を洗って待ってなさい。天使を狩るアンブラの魔女ベヨネッタ、満を持して参戦です。東方拳というファイター参戦アンケートを取っていましたが、ベヨネッタは欧州ではなんと1位、また北米においても上位5位以内に入っています。これは既存ファイターを含めたランキングです。ベヨネッタは交渉と実現が可能なキャラクターにおける世界集計第1位ということになりました。スマブラにおけるベヨネッタは原作らしさをファイターとして表現した多くの特徴があります。うまく操作しようとすればするほど原作を思わせる操作感になっていくことでしょう。まずコンボファイターです。弱攻撃のみならず横強攻撃、前空中攻撃なども連続攻撃になります。ただ技が出るまでの時間はやや遅め、これも原作寄りです。必殺技にも特殊なコンボがあり、理解できれば華麗に空中で連続攻撃を重ねることもできます。ベヨネッタらしく振る舞ってみましょう。攻撃後にボタンを長押しすると銃による追加攻撃が入ります。これはほとんどの技に組み込まれており、連続攻撃の途中でも銃撃できます。ただ相手は銃撃ではほとんどダメージリアクションを取らないので反撃に注意が必要です。ベヨネッタは手足に4丁の拳銃を備えていますから、パンチでもキックでも銃撃ができます。遠くの相手に追加ダメージを与えたり、撃墜による得点を奪うことも可能です。なおベヨネッタ2の銃はラブイズブルー、ベヨネッタ1の銃はスカボローフェアといいます。それぞれ4丁ずつ違う名前がついています。そしてウィケッドウィーヴ、髪の毛を触媒にして上級悪魔マダムバタフライの手足を召喚、打撃します。これはスマッシュ攻撃でいろんな意味で特大級です。崖際で使うしたスマッシュ攻撃は恐ろしい効果があります。ベヨネッタ最大の特徴である相手の攻撃を瞬時に見切ってスローにするウィッチタイム、これは下必殺技でカウンターのように発動します。相手が遅くなっている間に反撃をしていきましょう。画面全体がいちいちスローになると困るので、相手だけをスローにさせる技となっています。なお相手を遅くする時間はいくつかの条件で決まります。相手の蓄積ダメージが大きいほど長く作用します。また連続使用は効果時間が縮まります。ウィッチタイム発動が少し遅めのタイミングになるとバッドウィズインが発動しダメージを軽減します。バッドウィズインは失敗気味の回避にも入るようになっていて、ベヨネッタを守ります。特徴的なエフェクトも多数登場し華やかです。着地には蝶が舞い、ダメージを受けるとバラが散り、空中ジャンプでは蝶の羽が出現します。ジャンプ時の魔法陣、銃撃エフェクトなども個性的です。 Wii U 版では落ち影がマダムバタフライのものになっていたりします。またやたらと長いアピールがあります。途中でキャンセルすることもできますので気が向いたら踊りましょう。コスチュームはというと、ベヨネッタ2におけるショートカットの青いコスチュームとベヨネッタ1の記憶を失った魔女のコスチュームの二刀流を用意しました。中にはジャンヌをイメージした配色もあります。
日本にだけ特殊な仕様が入っています。記憶を失った魔女のコスチュームにすると英語で喋るようになります。お好みでどうぞ。通常必殺技はバレットクライマックス。手で打ったり足で打ったりします。斜め上に打つという癖のある飛び道具ですが高速で連射可能です。またボタンを押し続けるとチャージバレットになります。横必殺技は地上で出すとヒールスライド。ボタンを押し続けることにより銃撃とは別に追加キックが出せます。これでコンボにつなぐこともできます。横必殺技は空中で出すとアフターバーナーキックになります。地上空中で名前が変わる初めてのケースです。空中でアフターバーナーキックを当てると再度アフターバーナーキックを出すことができます。また下に入力してから出すと斜め下にキックします。いわゆる波動拳コマンドを入力すれば出しやすいかと思います。これもコンボの起点にできます。上必殺技はウィッチツイスト。上昇系の必殺技ですが技発動後に動くことができ、空中ジャンプ後にはもう1回使えるという特徴があります。なおボタンを押し続けると銃撃も出るので少しでもダメージを与えるためには長押しで。復帰時にはウィッチツイストを使い、その後空中ジャンプ、さらにウィッチツイストで、ウィッチツイスト後に空中コンボやアフターバーナーキックにつなげることも自由です。ただし行動を重ねるごとに着地の隙は大きくなるのでご注意を。こんなコンボも可能です。とても恐ろしいので受ける側は回避などを試みましょう。最後の切り札は大魔獣召喚。これもまた特徴的な発動をします。最初にウィッチタイムが発動し画面全体がスローになります。クライマックスゲージが出ますので相手に対して攻撃を当ててゲージを増やしましょう。クライマックスゲージが最大の時、攻撃した相手に対して魔獣ゴモラを発動します。ゴモラの飲み込みが終わった時点で蓄積ダメージが100以上になっていると相手はその場でミスになります。デンジャーゾーンのような扱いですね。多人数対戦においてもまとめて口に放り込むことができますので試しください。そして専用ステージ、アンブラの時計塔。ビヨネッタ1で非常に特徴的だったオープニングにおける時計台の落下を再現しました。基本的には真っ平らな地形ですが、ミュウユカが並走して駆け引きを変えます。地形をうまく利用することが勝利への近道です。途中で異界プルガトリオに入ると天使の軍勢が見えるようになり、向けると見えなくなります。天使の軍勢、インスパイアドやフォルティトゥードもゲストで顔見せします。 Wii U 版は原作のベヨネッタ1、2の中から特徴的な曲をピックアップしました。スマブラ用のアレンジもあります。こちらもお楽しみください。ベヨネッタのフィギュアはもちろん、ジャンヌやロダン、セレッサのフィギュアも作りました。ベヨネッタをダウンロードすると漏れなくもらえます。イメージイラストはプラチナゲームズのベヨネッタ制作スタッフ船橋英二さんです。光と闇の対決をテーマにした非常に見応えのある作品になっていますので、公式ウェブサイトでじっくりと見ていただければと思います。これもまた夢の参戦となったベヨネッタ。配信開始には今しばらくお時間をいただきます。お楽しみにしてください。カムイと同じく2016年2月に配信する予定です。配信日については決まり次第公式ウェブサイトで発表させていただきます。アミーボのお知らせです。アミーボのリュウ・ロイの発売日程は2016年春になる見込みです。発売までしばらくお待ちください。そして今日発表しました3人のファイターは
すべてアミーボで制作することを決定しました。クラウド、カムイ、ベヨネッタ、それぞれアミーボ化されます。発売日は未定ですので続報をお待ちください。今回ご紹介したファイターはカムイ、クラウド、ベヨネッタの3人ともそのファイターにしか持ち得ない個性や特徴があります。戦法も独特ですので使ってみるのも対戦相手にするのもぜひお楽しみいただければと思います。本編の開発終了から1年以上ファイターやステージを作り続けた結果大所帯になりました。ファイターは全部で58ファイター、ステージは WiiU3DS を合わせて84ステージ、ミニコスチュームは男女別のものを換算すると99着、帽子は97着、フィギュア数は WiiU が743体、 3DS が707体、ファンファーレなどを除くステージなどの曲数は合計508曲。対戦型アクションゲームとして記録的な数字と規模だと思います。ダウンロードコンテンツは開発中に作っておき発売日近くで出すのが最も売れます。しかし今作では切り売りをせず本編の開発終了後に一から作りました。それぞれ非常に手がかかりましたがこの制作が実現できたのも支持してくださった皆さんのおかげです。どうもありがとうございました。大乱闘スマッシュブラザーズ4任天堂 3DS 同 WiiU では様々なファイターたちが登場し夢の共演を果たしました。だんだん乗ってきたよ。これからも多くの作品で彼らが活躍することを祈ります。またそれぞれのゲームの制作者の方々やファンの方々にも感謝を申し上げます。それではどうもありがとうございました。